東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのか、その秘密を知りたい人は他にいますか？J1 は8日、第1ステージ第11節を開催し、NAC5 スタジアム大宮では、大宮アルディージャと浦和レッズによる2年ぶりの埼玉ダービーが行われた。前半44分に、ミッドフィルダー柏木陽介のミドルシュートで先制に成功した浦和が、1-0 の完封勝利を収め、1試合消化が少ないながらも首位をキープした。ホームの大宮は、5月4日に行われた第10節福岡戦 2-1 から、先発7人を入れ替え、ディフェンダー奥井亮、ミッドフィルダー金沢慎、ミッドフィルダー岩上雄三、ミッドフィルダー横谷茂、ミッドフィルダー泉沢仁、フォワード江坂渉、出場停止の明けたフォワード家永、秋広を先発起用。アウェーの浦和は、前節名古屋戦 4-1 から、先発1人を入れ替え、ミッドフィルダー梅崎司に代わって、ミッドフィルダー宇賀神智也が、スターティングメンバーに名を連ねた。大宮が、6戦無敗、3勝3分け。浦和が7戦無敗、6勝1分けと、好調な両チームの対戦は、前半2分に、ディフェンダー森脇亮太のロングパスを受けたフォワード興梠慎三がファーストシュートを放つも枠を捉えきれず。その後は、浦和がボールを保持する展開となるが、大宮の粘り強い対応にあって、なかなかシュートまで持ち込めない。一方の大宮は、縦に速い攻撃から敵陣深くまで運ぶ場面を増やすと、前半23分には決定機を創出。しかし、横谷の置き球のパスから、最終ライン裏に、抜け出した長のシュートはポストを叩いてしまう。すると、浦和が、同44分に先制に成功する。高い位置でボールを奪った柏木が、ミッドフィルダー武藤勇樹とのパス交換から放った右足ミドルをゴールネットに突き刺し、スコアを 1-0 とした。浦和が 1-0 とリードしたまま、後半を迎えても、両チームともに、球際で、厳しく体を寄せてボールを奪い合うなど、激しい攻防が続く。すると、後半16分に大宮ベンチが動き、泉沢に変えてフォワードドラガンムルジャを投入。さらに、同28分には、江坂に変えて、フォワードネイツ・ペチュニクをピッチへと送り込み、状況を打開しようと試みる。後半34分には、浦和が好機を生み出すが、ゴール前の混戦から放った興梠のシュートは相手選手にブロックされ、そのままゴールマウスに向かったボールはゴールキーパー加藤信弘に弾き出された。同35分には大宮が最後のカードとなるミッドフィルダーマテウスを投入してなんとか同点に追いつこうとする。しかし浦和が最後までゴールを守り抜き 1-0 の完封勝利を収めて4連勝を飾った。